ないことは車買おうかな。旅行をして家も買って、それからそれからスーパーの商品を買い占める。むしろ貯金する、投資する、当たった宝くじで宝くじを買う、会社辞める、全身整形して生まれ変わる。そもそも宝くじ買ってない、買うお金ない、だから当たったらどうすると考えるのは意味のない、いいこと意味なし、買ってない。宝くじが当たったら秘密にしておこう、独り占めしたいから、バレないように普通に過ごそう、やっぱり愛車やめない。お金がないから一枚だけ買った、当たるわけないと言いながら、心の中では当たったらどうしようと、ドキドキ一枚に盛り上がるよ。この話になると